どうも、マジ。お前は？その説はお世話になる。組長？ええ。どうぞ。ほら、ここええやろ。あかん、わしのも触ってな。やるもん、ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもたやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してます。実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいに張り、結局わしが。お前があのボンクラどものか。あんた強いらしいな。わっ、せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうに。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいわ。せやから誠ちゃん、なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。
わしゃくちゃ、まことちゃんさえこっちの手に入れば、誰。お前ら、なん。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて動いとる。ただ、なやったら、わしから力ずくで聞き出してみるか。頭はそのつもりで来たんやろ。あれ、なんや真島君、どないしてん。俺は店ん中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな、もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島君、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。こんな初めてや。しぶとい男やな。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。
エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。あんなに。ええから、お前は札の応対しとけ。わかりました。準備でき次第店開けます。せやな。はい。